はい、こちら上野養魚場さんの昭和、トースサイズ、サイズが25センチです。お願いします。はい、この鯉ですけども、まあ模様がちょっとですね、派手な感じでちょっと目についたんで選んでみたんですけども、紅質なんかも結構ですね、まあいい色でちょうどですね、今赤くなってきてる感じなんですよね。紅質なんかすごくいいし、すごくこう今から出てきそうな感じなので、白地もいいし、まあ楽しんでいただける声じゃないかと思います。はい、それでは横に行きましょう。はい、お願いします。あ、今なっちゃった。はい、このおどめのところも白地を見せてるから綺麗ですね、これも。はい、こんな感じです。はい、どうでしょうか。白地はでも綺麗そうですね。そうですね、これがですね、元黒も綺麗な感じだし、こう品評会、この鯉なんかだともうやっぱ品評会用に飼育してもらう感じでしょうね、将来的にはですね。はい、そうですね、このままのではなくて、品評会の方がいいのかもしれないです ね、 ですね、模様的にね。はい、思います。はい、ただ非常に肌のいい鯉なので、だし紅質も墨質も、はい、もう質はいいからですね、もう本当にこう飼育して、まだ搭載なのでこうちょっとこうなんですかね、決まりきれないところがあるんですけども、やっぱり2歳とか3歳とかってなってくると、どんどん墨なんかもしっかりしてくるんで、楽しめる鯉だと思います。はい、これはでしょうか。こちら上野養魚場さんの昭和、トースサイズ、サイズが25センチです。ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。